こんにちは、内山です。前ごろ進んできました。編みながらお話ししていきます。えー、っと、先日、年に一度の特定検診を受けてきました。私は46歳なので、胃がん検診があって、造影剤のバリウムを飲んで台の上を回って撮影するのがありました。 検査が終わって下剤をもらったんですけれども飲むんですけどやっぱお腹が痛くなって辛かったですまあしかし年に一度のことですし健康を保たないと家事とかできないし出かけたりもできないので頑張りましたよいしょ 身内に、えっと、糖尿病の人が多くてで私自身も太ってるので絶対糖尿病になるって脅されたんですけれども今回は大丈夫でした。<laughs> とうとうンパク出ませんでしたね。えっと家にいる時私実はお茶たくさん飲んでるんですよね。うんとどうせ家にいるんだからと 正月の初売りの時にお茶の福袋を買ってそれを飲んだりしています。あとハーブティーなんかも好きでえっと夏場は自分専用のピッチャーに作って飲んでいます。今はレモングラスレモングラスとドリーボスティーが入ったの飲んでますね。あのカルディってところで買ったやつあれ美味しくて使って。 飲んでます、まあこれからの季節は朝はホットコーヒー作ってマグボトルに入れて飲んででも、まあ、500ミリなので午前中に飲んじゃうんでその後はハーブティーとかお茶を飲んでいますね少しずつ毛糸の,の福袋とか アドベンントカレンダーの情報が出ていますね。今年の正月毛糸の福袋をたくさん買ってしまって編みきれなかったんでまだ編んでいない毛糸が多いのでちょっと自分でも反省してます。来年の正月は編みきれる量だけ買おうと思っています。ああと、今ある糸も、 何か作品にしたいなって思っています。ケイト以外の福袋は、ミスドの福袋とスタバの福袋は買いたいなって思っています。ミスドの福袋毎年買ってるんですけど、今年の正月の時に初めて50個分の <laughs> 一番高いやつを買ったんですよね。で、使い切れるかなって思ったんですけどあのー、観光通りにミスタードーナツがありまして買い物をついでに寄ってもらって一度に10個とか8個とか買ってで家族で山分けしてでうちの息子がポン・デ・リングかなり好きで食べるんですよね。というのもあのー ゲームセンター CX っていう番組が好きで、その、アリの課長が、あの、スーパーマリオブラザーズに出てくる雲のことをポンデリングって言ってて、で、ポンデリング食べながらゲーム実況してるんですよね。で、小さい頃にそれを見て、あの、アリの課長が食べてたから、俺もポンデリング食べるって言って、あの、ミスドに行くと必ずポンデリング食べるんですよね。 うん、どの味も好きだけど、あの、黒糖まぶしてあるのが好きだって言ってましたね。私は、あの、オールドファッションが好きですね。ちょっと外側がカリッとしてて、ちょっとホクホクしたような食感のが美味しいですね。うんその時の福袋にポケモンのバスタオルが入ってて、あと、 スケジュールって、スケジュール帳が入っていて、あの、使っています。うん、やっぱ、手帳、手帳も、可愛いものの方が、テンションが上がりますね。うーん、まあ、いくつになっても可愛いものを持ちたいですね。 よいしょちょっと角の大事なとこなので <laughs> えーっとよいしょいいなちょっと角を編んだらちょっとどれぐらい進んだかお見せしますねえっと前見頃なんですけど前身頃だから襟ぐりが後見ごろ見頃より広いのであの ちょっともうえりぐりのところをてるんですよね。こう、こうなると、わかるかな。えっと、ここが前身ごろのえりぐりになるんですよね。こっち側も。こっち側もこうなるんですよね。だから こうぐるぐるっと回ってこっちからぐるぐるってまたこっちに編んでいってます。意外とこのプルオーバー慣れてきたら進みが早くて楽しいですねうーん。鎖目を割って拾う長編みも最初は難しかったんですけど手が慣れてくると鎖の強さ強さっていうか長さも 一定になってきたのでえっとはずきルーペとかかけなくてもあの雨るようになりましたね夜はあんま雨てないですね今あの日本シリーズやってるじゃないですかそれでオリックス対阪神が入っててえっと 昨日も接戦でしたね、うん、阪神にさよなら負けしてちょっと悔しかったです。まあ阪神かオリックスかで言うとオリックスを応援していますね。でも阪神もあの木浪選手っていう人があの青森出身らしいんですよね。でローカルテレビであの日本シリーズ始まる前にその木浪選手が。 いるっていうのを紹介しててうんあちょっと編みずみます一6 6 1 6 1 あちょっと自分の中での数字を言ってますここがエリぐりですねえっと ちょっと大事なとこなので静かにやります。ここが角になってまた一二裏返しですね。 疑いして3名そういやオリックス対阪神戦を見てて 息子が、あのー、オリックスの平野選手のことを凶悪そうな人だって言ってて、<laughs> で、前、ソフト、ソフトバンクの前の監督のことも凶悪そうな監督だって <laughs> 言ってたんですよね。とにかく、ひぎずらの人を見ると凶悪そうとか言って、<laughs> で、えー、っと、 あ目が落ちた。うん、平野選手のことを凶悪そうって言ってたんで、あの、YouTube でオリックスのファン感謝デーの時のを見せたんですよね、えっと、スイーターの主婦と芦屋のマダムが出てくるので、で紅林選手が紅の格好をして、宮城選手がお坊さんの格好をしてたやつ、見たら爆笑してましたね。 で審査員で平野さんがいてあのわ,わざとその怒った表情をカ,カメラに捉えててで、まあ、そういう役割だったみたいなんですけどその審査員の中で。最初はあの人が監督だと思ってました私。あのそのそ動画だけで見てて 光 TV 加入する前ですね、オリックス戦見たことなくて、平野選手、投手だっていうのを知らなかったんですけど、あの実際投げてるところを見ると、すごいなと思って、んで、息子は凶悪そうな人だから、この人からは打てないって言ってて、実際、実際抑え、抑えてたんですよね。<laughs> うん あれここかな。まあ日本シリーズ阪神とオリックスどちらも2勝してるんでえっとちょっとこれからも <laughs> 見続けなきゃですねハラハラドキドキしますね。 ここが角で。二目。よいしょ。 ちょ,ちょっと私体調が良くないので動画撮れるかなーって思ってたんですけど実際撮ってみたらやっぱ喋ってるのが楽しくなってえっと動画撮って良かったなって思いましたえっと撮影が終わったらちょっと休みますうーん暑さ寒暖差で半袖だと寒いし 長袖だと暑いんですよね。それで、体調がなんか、あのー、体は冷えてるけど、カッカしたりとかしてて、うん。そんな感じですね。どうかな。こんな感じで。 ちょっとずつえりぐりができてきてています。ではちょっと長くなりましたが今日はこの辺で「今日も見てくれてありがとうじゃあねバイバイ